どうもっとピスタチオです。よろしくお願いいたします。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは言った。人を動かすには倫理、情熱、論理の3つの要素が必要だと。その言葉は時を流れ令和にたどり着き、ある男たちによってさらなる進化を遂げる。それは数多の人たちをその光で魅了してきたスロット台ジャグラー。人はその光を見んがために祈りを込めてレバーオンし、時にはねじる。男たちは言った。エトスパトスロゴスがジャグラーを光らせると。はい、というわけで始まりました、はい、ありがとうございます。ピスタチオのエトスパトスロゴス、エトスパトスロゴス、あら、新しい感じのご挨拶で始まりました。陽気でございますね。陽気ですよ、天気もいいですから、もう、ね、春の訪れですよ。ありがとうございますね。春といえば、お卒業、入学、そしてジャグラーということで、ありがとうございます。ジャグラーの季節がやってまいりました。さあ、というわけでですね、はい、ありがとうございます。はい、さあ、1店舗目こちらでございます。コーナー平井店さん、はい、ありがとうございます。来日です。来日ですか、うん、まあまあ最近相性がいいということで、はい、今日も楽しみですけども、はい、ちょっとですね、あのルールを改めて説明しますと、はい、前回までビッグ引いたら2ポイントだったんですよね。なんですけども、今回からですね、ビッグ1ポイント、レギュラー1ポイントになりました。なんでだよえ何今可愛いな、なんでだよ、喜んでない。それは、いやだから前回というか、このシーズン1から見ていただいた人は覚えてるかもしれませんが、1回1日の時期あったんですよ。そう、ただ歯が立たなくてもどんだけ頑張っても無理だってことでなくなったじゃないですか。そうなんだよ。だからスタッフさんが、あいつら罰ゲームやんねえなっつって意地でも罰ゲームさせたいんだよ多分。はいはいはい。ただそんなもう正直言うと勝てないじゃないですか。いちいちはもう無理だって分かったから、無理だって分かったけど、いちいちにしてきました、向こうサイドは、はいはい、というわけでですね、ゴーゴーチャンスという新システム。ゴーゴーチャンス、お、ありがとうございます。何でしょうか。ありがとうございます。何でしょうか。分かりやすく分かんない感じで出していただいてありがとうございます。何ですか、ゴーゴーチャンスは。各店舗1回ずつ光った瞬間に、はいはい、光った瞬間に、はい、ゴーゴーチャンス使いますという、はいはい、宣言するわけですね。そう、宣言してください、はい、まず はい、そんで、はい、このボーナスがビッグかレギュラーか、はい、宣言して当てたら、はい、なんと一気に5ポイント。ありがとうございます。なるほど。そう、1回でも当てればなんとか生きりどうなるかってぐらいのレベルですね。そうなるほど。逆にこれあれよ、1店舗目でもう外しちゃったら、はい、もうその日打たなくなるよ我々は。いや、それ無理だもんねそれ当てたいね。なるほどね。ちょっとね、あの新システム導入ということで、わかりました。はい、今回から皆さんぜひね、あの楽しんでいただけたらと思いますんで、はい、それでは早速いきましょう。いきましょう。はい、それでは本日も頑張るよ、レッツラゴー。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。選びますよ、大。いや、ありがとうございます。でもね、俺本当に、もうね、俺いきなり言っちゃうけど、これ平井店さん、僕の中勝率上がったのはやっぱこの機種なんですよ。そうね、新しいこのジャグラー、アイムジャグラー、アイムジャグラーね、これが導入されてから私、勝率いいんです。素晴らしいんですよね。なるほどね。どっちがいい。まあ、あらら、こっちです。じゃめちゃくちゃカメラにケツ向けてたから何ですか。めちゃくちゃあっち行ってほしかった。せめて、こっちです。あっち行ってほしかった。 あっちです、ね、ボケるなら。なるほど。どっちよ。ボケって難しいですねこっち行きましょう。こっち行く。こっち行きましょう。あら、こっち行ってもどれでもいいんだけどね。やっぱ角の辺行きたいよね。まあね。小田さん、こっちがいい。あ、私こっちがいい。じゃあ、いいですよ、小田さん選んで、もしあったら。いいんですか、じゃあ。はい、私ここ行きますね。じゃあ僕ここでいいですよ。ありがとうございます、はい。やっぱりこのね、実践時間が短いですから、この番組もういろいろ僕長くやって分かってるんです、設定とかだけじゃないと。そうね、確かに確かに。引きとかそういう運的な要素もだいぶ関わってきますので、人に優しくすると。なるほど。お前いいやつだなと、帰ってくるという、はいはいはい、こういうことです。それだ今までの範囲。ただね、僕気づいたことがあるんです。今回、打つまで長いです、座りましょう座りましょう、ごめんなさい。さあ、というわけで行きましょう。行きましょう。行きましょう、はい、よし、せーの、せーの、
見たいね、まあ、1回ぐらい見たいのが前ね。ちょっとこれでも一発同時一発は同時一発は無理だけど、うん、どっちかね、どっちかね、1回ぐらい見たいね、うん、5000円以内で聞きたいですよ、うん、そう5000円結構鬼門、うん、前までね1万円だと思ってたんだけど、うん、最近思ったやっぱ実践時間も短いから、うん、やっぱ5なんだよ、そう5000円が鬼門、うん、5で光ったらなんかやっぱ調子いいんだな、おいほら、はい来た来た来た、はい来た、ゴーゴーチャンスを使います。いや早いです。いや小田、俺もそのボケずっとやりたくて、うん、早く行かねえかと思って、そうだよね、多分どっちも思ってたと思う、うん、やっぱりやったね、うん、やるありがとう、それやっぱやっとかないとね、このボケだけはいただきました、はい、どうぞゴーゴーチャンスどうぞ、いいんかい、ダメダメ絶対言わないっしょ自分でやってダメダメ、うん、びっくりした今、違うからいいんかいってなったわ。さあ行きますよ、はい、あーあまあいい、まあまあ、しかもゴーゴーチャンスやんなくてよかったね、絶対ビッグって言ってたよね、絶対ビッグって言ってたから、あよかったよかった。いやこのゴーゴーチャンス当てるかどうかかなり、いや今大事だからね、でかい39ポイントいくために、うん、なんかエトスパトスロゴスが、うん、すごく久しぶりのような気がするんだけど、わかる、なんかねわかる、最近あれじゃないですか、2人であの YouTube 始めたじゃないですか、始めましたね、自分たちでもそれで結構毎日さ一緒にいること多くて、うん、なんか前まではもう月に1回エトスパトスロゴスでしか会わないみたいな時期もあったり仕事なさすぎないそれでこれしか仕事ないってね最近よく会ってるからこれが、そんなことはないけど久しぶりに感じてんのかな、まあね、逆にね、うん、そう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 、あでもやっぱすごい、俺この台めちゃくちゃメダル持ちいいんだけど、俺2000円で121回転回ってるからねあら素晴らしいよ、いい台だね、すごいよ、どうしよう、ちょっと大チェーン考え出したわ、早いね、うん、あらちょっと早いけど、うん、いい台は朝一早い気すんだよな、なんとなく、なるほど、結局そのいくら設定がもしな、うん、よかったとしても、うん、それはまあ朝一は分かんないじゃん、うん、っていうのと、たとえもしよかったとしても、うん、波つかんでなかったら、うん、この実践時間じゃ出し切れないからさ、うん、設定云々じゃないんだよな、もうこれちょっとプロの方ですか今日、ちょっとどうしたの本当にそうなんだよな、どうしたどうした、いや1店舗目でしくじると、うん、その2店舗目にもちょっと気持ち下がっちゃうからまあまあまあやっぱこのあの、うん、間にね、この見てる人はね分かんないかもしれないですけど、はい、1店舗目と2店舗目の間に、うん、お昼休憩があって、あるよ、お昼ご飯食べるんですよ、うん、やっぱあの時ニコニコしながら食べたいっていうのがやっぱ俺あるから願望としてまあ確かにそう、我々の出方次第では本当に一言も喋らないで、そうスタッフさん2人いるんですけども、そう4人のおじさんが一言も喋らないで黙々と食べ続けるっていうね、そうなんだよ、地獄みたいな、そう無口のおじさん4人はやっぱきついからねでもなんかちょっと思ったんだけど、うん、俺一番面白いのはやっぱジャグラー番組、まあだいたい尺的にいつもこれ30分ちょいぐらいの尺じゃん、うん、長さがこの番組の、うん、俺一番究極体、うん、面白い、うん、30分ジャグラーを打ち続けて、うん、やっぱ他のさ台とかと違って演出は少ないじゃん、はいはいはい、このやっぱペカるっていうことだけで全集中の台じゃん、うん、俺究極1回もペカらせないが一番面白いんじゃないかと思ってあのまさかの面白いわそれよ、そうまさかの、うん、2人とも1回もペカらないが一番おもろいんじゃないかなっていう、確かにね、そんな裏切り、ああ光っちゃった、あこんなこと言って光っちゃった、こんなこと言ってたら、ね、光らせないが一番面白いって言ってたの、うん、光っちゃった、そんでただね、うん、ありがたい、やそうだよね、光らせないのが一番面白いんじゃないかなって言って光った瞬間めちゃくちゃ喜んでたからうれ結局光った方がいいんですよ、結局確かに絶対そうよ、結局光らなきゃいけないんですよ、うん、ここで、はい、もしゴーゴーチャンスはまだ使いませんけど、使わないよ、ここでもし俺ビッグ引くことができたら、うん、とっておきの、うん、
本当に本邦初公開、とっておきの情報を僕初出しします。あらあら、ありがとう。ビッグだったらよ、うん、頼む。はい、お預けです、お預けです。マジで全部の空気読まないね。ビッグな、一回もペカらない方がいいって言ってペカって、はい、ビッグだったら本邦初公開って言ってバケ引いて何の空気も読んでない。俺もこんな大振りしちゃったからここはビッグ来てくれと思ったらでも本当出際でした、うん、まあまあまあ、まあ、お預けです、お預けです。でも今ね、うん、レギュラーレギュラーで一緒ですから、うん、一緒、そうだ、最後までもったいつけすぎてゴーゴーチャンス使わ、うん、ゴーゴーチャンス使わなくて、うん、時間切れはやめような。そうだね。でもなんかさ、うん、マジで早めで使うのはちょっとあれだけどさ、うん、バケバケってきてるから、うん、次で光った方来そうだけどな。なるほど。ビッグなんかなんかとなく確かに最後まで取っといた方がいい気はしてるけど、うん、まあ、そういうんじゃない気もする。そういうんじゃない気もするね。本当に39ポイント狙いたいから。確かに前回とこまでどっちか引いたら2ポイントみたいな感じだったから、はいはい、まあ普通にボーナス引き続けられれば、うん、39ポイントは達成しちゃったじゃん、うん、今回それが難しいってなったら、うん、気持ち的に39ポイントめちゃくちゃ達成したくなってきてるもん。そうよ、だって忘れてるかもしんないけど、うん、この番組の罰ゲームって、うん、地獄だから。いやそうなんだよ、あの地味で辛いっていう、そう一番性格の悪い罰ゲームだから。そう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 、リアクションとかじゃないし、そうこんなこと言っちゃね、うん、スタッフさんに申し訳ないけどね、うん、別にさほど面白くない、ただ気持ちいいっていうさほど面白くなくて、さほど面白くないのにただ苦痛っていう罰ゲームですから。そう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 、本当になんかその僕らの内面的というか、うん、精神面をえぐってくる罰ゲームです。そう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 、もう嫌だよってなる。やっぱ罰ゲームって、うん、芸人にとって何がいいって、うん、辛いけど笑いがあって美味しいっていうのが、うん、そうね、全てもの救いじゃん、うんうん、この罰ゲームに関しては、うん、笑いなし美味しさゼロだから苦痛100だからで辛い。でそうなんだ、地味に。そうなんですよ、派手さがないからな。派手さがないんだよそうなんだよ。僕ちょっと聞いたのが、うん、次の罰ゲーム、うん、オープニングで、うん、変なコスプレさせようかなみたいなこと言ってたいやでも究極まだそっちの方がいいわ。それで言ったらさ、うん、そういう罰ゲーム小沢さん得意でしょ。って何得意っ て小沢さん成人式さ、うん、あったよね。だってね、成人式どんな格好いたのか。小沢さん、俺全身パジャマ姿にあの女王様の目のやつつけてあの電電太鼓持ってったのそれなんでその格好で成人式行ったんだっけ。同期のやつに、その時小沢さん18からね、そう18から NSC 養成所入ってるから、うん、同期の芸人に、そう同期の芸人に明日成人式なんだよねって言ったら、うん、ボケろって言われて、うん、でいやそんな芸人やってるし周りみんなで、俺そんなことする日なかったの、うん、でお前ここでボケなかったら芸人じゃねえぞみたいなこと言われて、うん、そのままドンキホーテ突っ走って、うん、それ買って、うん、明日これで行くわって言ったら、うん、一つも笑ってないのに、うん、それめちゃくちゃ面白いって言われて、うん、行ってダダ滑りなんだあいつ。ほんでパジャマで、うん、女王様の、うん、お面つけて、そうでんでん太鼓持って行って、うん、一つも受けなくて、うん、一番受けてたのが、うん、あれ職人のここが、うん、作業服できたら受けてたんだよね。そう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 ね、職人のやつが、寝坊してきて、うん、できた服が作業着だったの。仕事後ならわかるけど、そうなんで家からなのに作業着てきてるっていうやつね。そう天然のやつね。そう天然のやつでめちゃくちゃ受けてた。全部持ってかれた。その時の芸人の名前はビッグ引いたら言います。なるほど、スタジオカルタね。言うな。え言うな先に。スタジオ門田でしょ。スタジオ門田ですよ。ごめん、すみません、知ってて、うん、なおかつその、ノッタイブルーもでもなかったら言っちゃいました、すみませんスタジオ門田です、それは。ビッグ引いてスタジオ門田ですって言って盛り上がるわけないか、ごめんなさい門田ごめんね、こんな言い方して
ちなみに門田はあの吉本の本社の食堂でバイトしてます。そうそう、はい、つうか39ポイントかなりやばいよこれ。やばいよね、確かに今日結構やばいよ。ちょっと引けてないもんな。開始40分でまだ2ペカだからね。うん、大チェーンもありかもな。俺もね考えてんの大チェーン、ね、ちょっとあえて真ん中へ行ってみようかな。あら、いつも角の方座ってるから。なるほど、うん、あるよ。いつもここでどうしようかで粘っていいかった試しあんまないんだよな。うん、小沢さんどうする？もうちょい粘ります。もうちょいやる？300までは打ちます。パチンコ大工の源さんちょっと見ていきます。ダメです、もう伊達店で。ダメです、時間ないんで。伊達店で、いや時間ないんでじゃないの。当たってから早く紹介したいんで。いよいよスロットでもなくなってきた。伊達店の方に行きたい。伊達店の方にじゃないの、元気よく。だって1店舗の20ポイントぐらい取んなきゃいけないわけだから。そうだね、どっちもあの当てて10ポイントだから。そうよ、正解して。うえっし、うーお、来た、いい音、ガチャンってなった。どうしよう、俺一発ちょっと変えるわ。オッケー、よし、来た、素晴らしい。スタジオ片田、いやいいです、もうさっき言ったんで。はい、小沢さん、はい、この台が昨日のかね、うん、ビッグ26、おレギュラー27、うん、合算122分の1の台なんで、昨日がそのまま、今日まで18回でしか回しないんで、はい、そのまま据え置いてくれてれば、うん、いいんじゃないかという。なるほど、そういった理由で。そういった理由でちょっと打ってみようかなと。なるほどなるほど、いいんじゃないですか。さっきまでのこの僕の隣の台を最初に選んだ理由は何なんですか？いや、小沢さんの横だったからっていう。仲いいな。それだけです。嬉しいな。そう、やっぱそのダメなら俺一人で隔離されて打っちゃうと、うん、本当にプライベートだと思って喋んなくなっちゃう。ダメだね。小沢さんが近くにいないと。あ、そういうことだったのね。本当に喋んなくなっちゃうの。集中しちゃうから。ダメだ。たまにはいいんじゃない。あんま喋んなくても集中しちゃうから。やめてください小沢さん、それ言った瞬間にスタッフさんがギロッと睨んできたの。はい、お前継続決まって続いてるからって油断するなっていう感じで。なるほど、見てきてますんで。こっちはいつでも終わらせられるんだろうと。そうです、そうです、はい、危ない危ない、危ないですから。やばいやばい。なんか伊地知さんのさっきの話聞いたら、うん、僕もある程度のところでちょっと台移動しようかな。そう、それもあるよ、ね、確かに。別にこの1台をずっと打たなきゃいけない決まりはないんだから。そうね、ただそのスタッフさんがね、うん、台移動するためにカメラをセッティングし直したりしなきゃいけないっていう、うん、その大変さはあるけど、うん、正直言ったらそんなこと知ったことないんだから。それはそうだよ、関係ないんだから。そんなことはもうそうだよ、だ全然、だってそうだよ、自分のお金でね、そうだよ、打ってね、打つ台までね指定されたら、そんなのもカメラ動かすのぐらいさ笑顔でやってほしい。それはそうだよ、それが仕事なんだから。伊地さん、え、よくないよくない、今すごい悪口になってる。カメラの移動の時何の悪い顔もしてないから。一生懸命やってくれてる、一生懸命やってくれてるから。それに関してはダメなんて言われたいんだから一回もね、うん、言われたことないよ。たまにあの本当に出てない時、あっちにいい台ありましたよっていうアドバイスくれる時ある。そう、ただね、ただそのスタッフさんも優しいから、うん、あのあっちにいい台ありましたよって言ってくれるのはすごいありがたいんだけ だけど、もうその時には、うん、もう意地になってるからこっちは。そう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 、移動しないからもう。そう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 。もうあれかわいそすぎるんだよね今思うと。なんか一番最初の段階で、うん、あの台どうですかとかは全然受け入れるんだけど、うん、もうそのこっちがやっちゃってる時は、うん、意地だから。そう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 、そうなんだよな。あれはありますよね。あるよね。はい、来ました、ありがとう。わ、いいね、98回転。あー、いい、100いかない、いよ。あー、バケでございます。小田さん、はい、え、その音はまさか。移動します、はい。あら、早い、今日早い。じゃあ僕、はい、伊地さん、はい、僕もホイコーローテーション。いや、いいです、その、え、小田さん、昼飯決めてる暇あって打ってください、小田さん。いい加減にしてください。ちょっと長考します。長考、いや、すぐ決めてすぐ打ってほしいのよ。、うん、
ちょっと今かなり迷っちゃってる、うん、本当に迷ってんだよね。ちょっとここで時間稼ごうとは思ってないよ、ね、もうマジで思ってないです。思ってない、ね、ちょっと本当に言っていい、うん、マジでさっき話にもあったから、うん、リアルちょっと俺今日やっぱ小沢さんと人に頼ってるから、はい、一回マジでスタッフさんがどれかって聞いてみていい。ああ、いいじゃない。スタッフさんがプライベートで来てたらどれ打つかっていうの一回聞いてみていい。ああ、いいじゃないいいじゃない。ちなみに今カメラ持ってる方がいるんですけど、スタッフの方、うん、この方結構もうショット歴長い方、うん、打たれますよ。もしカメラマンの方あなたが、うん、プライベートで来てたらどれ打ちますか。これこれ、あ、なるほど、これいきます。じゃあ、もうその全乗っかりで。確かにいいですね。もう迷ってる時はもう本当に誰かに頼むっていうね。いいじゃないいいじゃない。ちょっとだから今までとスタンス違いますから、ね、そうそうそう。なんかこれで本当にペカリ始めたら、うん、本当チーム一丸となってやってる感じだってその正直このカメラマンっていうか、うん、スタッフさん的にも、うん、正直このペカリじゃやばいからね。そうだよ。だってもう次の店舗行く前にもう無理だからねもう決まっちゃうからな。もう何より30分以上ある番組で、うん、4ペカは少なすぎるからちょっとリジスさん、この引きコーナー開いてんのの楽しみ1個あるんですよね。何？ご飯、このお昼ご飯いただくじゃないですか。はい、ちょっと小田さん、その話は今やめてもらっていいですか。ちょっとなぜその話はちょっと本当に今やめていただきたい。ちょっとなぜですか。その話だけはやめときます。じゃあ一旦ちょっとやめていただきたい。今ちょっとその話だけは、はい、これで予想、これで感づいていただければ。ちょっと小田さんこれで小田さん感づいていただけないよ。その話だけは一旦ちょっと小田さんやめてください。ここカットしていただきたい小田さんここはその振りはちょっとお父さん違います。ちょっと今のはお父さんそこはチームプレーなんで。いやいや知らんもん、そんなもん。お父さんなんとなくそんなもん今ので察しついたと思うんですけど、うん、ちょっとその食事絡みは一回ちょっと、なるほど、ステイしていただいて。ああ、そうですか。すいません。はいはい、わかりました。だからさっき小沢さんがスタッフさんに、うん、メニュー表渡されて、うん、お昼ご飯選んでくださいの瞬間ドキッとしてたから。ああ、そうだったんだね。ちょっと小沢さんあ、それで俺がホイコーローっていうボケした時、それも違うだろうとはちょっとは思ってました。なるほど、あ、そうだったね、カットされるように突っ込んで、うん、あ、来ました。あ、ちょっと今来ちゃったらさ、つながり的にさ使わざるを得なくなっちゃうじゃん。やったね、今のトークやったね、ちょっとさ今のトーク全部じゃあ行きましょう。はい、ここで使っちゃおうか。まだいいか、ここまでやめとこう。まだやめとこう。やめとこう、うん、はい、これでビッグが来たら先ほども言ったように、はいはい、とっておき本邦初公開、うん、とっておき情報初出し、うん、いただきます、はいはい、お願いいたします。よし、はい、おー、やった。皆様、聞ける、なんだろう、本邦初公開、うん、これ明日のネットニュースもしかしたらなるかもしれません。大バズり来ます。うん、なんと、うん、貴公の平井店さんの隣接している、はい、ご飯屋さん、うん、おすすめメニューはグリルチキン定食です。はい、ありがとう。いや、小沢さん、小沢さんもうなんでさ、うん、あと5分待てなかったんだ。小沢さん知らんもん。小沢さん知らんもん、そんなもん。コンビプレイでさ、うん、10年一緒にやってきて分かるじゃん。分からない、俺がどんなボケをしたいのか。大体分かりません。小沢さん分からないです。それで、うん、5分前にイジスさん、うん、おすすめの定食待ってないのよ、小沢さん。いやいや、知らんもん、そんなん。あれを言う、それを言うって、いや、今日はもう美味しくグリルチキン定食いただいてほしい。でもね、うん、本当はこれだけは言いたい、うん、本当カメラマンさんがこの台だと言ってくれてすぐ出ましたから。すぐだね、そうだ、こっからだよ。これはマジで、やっぱ人のこと聞くもんよ、うん、確かに。意見は確かにいい流れ。ただカメラマンさんもすごいホッとした笑顔にしてる。さあ、大移動します。おマジで？私も変えます。昨日いい台、さっきの伊地さんの言ってるのをちょっと、うん、どういうこと？参考にしてみようかな。昨日いい台をちょっと先に。なるほどね。トータルいくつなんだろう？どんくらいなのね。134。そんなでもそこまでだよ。134はそこまでか。設定6で127とかじゃなかった多分。なるほど。だからそんな別にいいとかってわけでもない。
でも前後はするからまああれだけど。ほう、伊地知さんどっち？いや俺は違うと思う。絶対カメラマンさんに聞いた方が。じゃあカメラマンさんどっちですか？昨日ドハマりしてる台がある。こっち。どっちも変わらん。すごい悩んで決めてくれた。お、え、レバー音で光りました。素晴らしい。まだちょっと午後やめとくわ。うん、まだあと1時間あるから。あ、よかった、やめてよかった。レギュラーでした。よかったよかった。この台こそ僕とスタッフさんで決めた台です。うん、今小沢さん3ポイントだよね。3ポイント。俺も3だから6ポイントだよ。まだ6だから。やばいよ。お、え、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。またレバーを。ちょっとまだ1回外しといていい？あ、いいよ。まだ1回やめとくわ。まだやめとこう。まだ時間あるし。そう、来そうだけどね、ビッグ。うん、だけどまだ1回、まあまあ来そうだったけど。あ、まあ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 、まだまだまだちょっと小田さん、はい、一旦ちょっと出歩いてきます僕。あれ、ちょっと一旦どっか行っちゃった。あの人飲み物買ってませんか？どうしてました？すいません小沢さん、うん、ここでちょっとあの報告なんですけれども、はい、パチスロあるある、うん、目押ししてもらったり、うん、お礼を伝えたい人に、うん、缶コーヒーご馳走するっていうボケをやろうとして、うん、自販機の前に行って財布見たら、うん、小銭も千円札もなくて買えませんでした。最悪だよマジで何だったん？やっぱボーナスを調子乗りがちっていうのあるからね。で、人に奢っといて、そう、それで負けた時、マジであの缶ジュース一本やらなきゃいけない。そう、腹立つっていうね。でもコメントでさ、はい、俺結構コメント読んでるっつったやん。うん、あのコメントでさ、うん、前回この収録の前のね、うん、アップされた動画がね、うん、今回で最後なのか果たしてみたいな一番最終回だったの、はいはい、シーズン1の、うん、はいはい、それについてるコメントでさ、うん、ラジオ感覚で聞いてて聞き心地がいいんで、はい、やめないでくださいって書いてあったけど、いました。そのスロットの動画で、うん、見てないってありえるのかっていう。そう、ラジオ感覚、ラジオ感覚で聞いてる人いらっしゃるんですよ。これをいや、それは違うだろってあるからね。あとやっぱ継続してくれっていう声が多々ありまして、うん、本当に結構皆さん見てくださって応援してくださってるなっていうのがあって、うん、めちゃくちゃ嬉しかったですね、うん、1個あったのが本当に1日2回収録で、うん、2店舗回ってるのに、うん、店舗ごとによって同じ話したり、うん、本当にお笑いもあんまり面白くないですし、うんうん、スロット打つ技術もないですが、うん、なんとかピスタチオさんにお仕事あげたいので、うん、継続してくださいって結構なかなか書いてある人がいましたね。そ、だから終わるんだろうね。それだから終わりとなったの、一回ね。で、スロット番組で、うん、スロットの経験値なくて、うん、トーク技術ないやつにやらせるわけないなかなかのチャレンジやそれ。あ、難しい、どうしよう。確かに迷い出すよな、一回。迷う。そうなってくると、もうだからもうちょっと行くとさ、うん、何しても出ないんじゃないかっていうことになってくるからね。ちょっとね、そのモード入ってきてるんですよ今。少なくても15、6ぐらいは取っとかなきゃちょっと厳しいもんね。厳しいんだよ。そうなんだよ。そんで今が俺が4の小沢さんでしょ。7だから、うん、だからもう絶対ゴーゴーチャンスだけはもう逃せなくなってきてるから。そう、今もう絶対に当てないと。絶対条件これもう。こんなさ、こんなゴーゴーチャンスがさ、鍵を握ると思ったら。本当よ。移動します。お、ちょっとここでどこがいいか教えてください。あら、さっきまで伊地知さんが打ってた台をん見てらっしゃる。お、ここここ。お、さっきまで伊地知さんが、一番最初俺がそれ選んだんですか。うん。お、でも今俺もありがたいことに下皿にちょこっとあるから、うん、今出されてもムカつかないわ。そうだね、そうだよね。ちょっとドキドキするね。ちょっとドキドキする。お座りすぐ来るのはドキドキするね、ちょっと。
あま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 あすっごいドキドキしてる今俺、うん、まあまあ、まあまあ、そんな大丈夫大丈夫まあね大丈夫ですよ当てたかったでもこれで1000円で光ったら、うん、ここじゃない55チャンスあ1000円で光ったらもうどっちが光っても次使うかマジかどっちが光ってもだってあと30分まあまだでもここで逃したら結構その後しんどいぞやっぱあれだねん焦りだねもうんちょっともう取れ高的にもそろそろ本当に光ってくれないとっていう思いになってきてるねそうだよちょっと少ないよなちょっと少ないね今日はペカってないぞあんまりあれあれプレミア漏れてないしねそうねおーっとここどうするかよ小沢さんいやーどうしよう残り20分残り25分でここでどうするかよでもここで宣言して取ったら乗るかもしれないけど波にはなすげー考えてるすごいなんか局面来てる気がするなこれここで取ったらめっちゃ乗るけどここで取れなかったらだら下がるよそうここで宣言しないで、うん、終わっちゃう可能性もちょっとあるじゃんまあハマったらなねまだ25分あるけどそうなんだよ2人とももう300列ぐらいハマったら終わりだよ行くか行く行こうじゃあ行こうかお行こうじゃあ伊地さんも言ってたしいいよどっちいやもうそれはもうビッグと言おうかそれはそうでしょビッグと言おうかうんビッグでいきますよし小田さんカメラに向かって言ってください小田さん素人じゃないんで小田さんチャンスビッグを引きますやめてもリアルに集中すぎてこっち向いて言うのやめてこっちにここに宣言してもしょうがないから小田さんやめようかな小田さんカメラに向かってなんか台に向かって言っちゃダメです小田さんなんか流れ悪い気がするなこれ台に向かって思いっきり今もうリプレイで出してほしいもん台に向かってビッグじゃないんだよビッグいきますゴーゴーチャンスいきますよいきましょうはいあ緊張する緊張するなこれあ良さそうあよこれ良さそう うわ最悪今は違うじゃんどう考えてもバケじゃん分かるじゃん言ってよそれはもう今のはじゃあ俺ビッグだよだから俺どっちかなって言ったんだから小沢さん俺言ったよねビッグかなって頼むよバケかなってそこはさビッグって言おうよって言ったじゃんこれであの美味しいグリルチキンも美味しくなくなったわいや申し訳ないあこれは結構危ない危ないねちょっと申し訳ないです外しちゃいましただって今7ポイントよあ違うか 8です8だ8はやばいって8はやばいね無理だってもう無理だよ8はやばい飲まれる俺もあれ364回っちゃったよもうあれ伊地さん投資いくらですか1万ですあらでも抑えてますねやっぱり小田さんは1万7000ですあーいってるねいった100超えちゃいましたやばっすやばっすちょっと左700怖いんで最後移動しますわラスト移動ラスト15分で最後移動しますわ小沢さんの角台に OK いいっすか小沢さんもちろんこれ恨みっこなしよこれいやそうよ終了でございますえ終了いや違いますえ実践の時間じゃなくて何ですか私の所持金が底をついたん私のお財布が終了あれ初めてはいお疲れ様でした、お疲れ様でした何何何いやいやいや貸してソーシャルディスタンス今貸してダメだから今ソーシャルディスタンスで今そういうのいいんだねじゃあ貸さないで終わるけどいやそのなんか上から来るの絶対違うしいいんだねそのなんかその終わらせていいんだねじゃあいやその上からの感じでいくの絶対違うから私はもう打ちたくても打つことができませんだそれはもう知らんっていう話だしこっちは貸して
お金貸して、ね、マジリアルな話していい、うん、マジでリアルな話したら、あと残り5000じゃないですか、うん、僕あと1万円しかないですよ。これ小沢に貸したら、これで終わったら僕追加投資できないっていうこのコンビで危機になってるっていう1回じゃあ一旦ちょっと多分この店舗はあと10分ぐらいしかないんで、はい、一旦ここ貸しておきますわ。わかりました、はい、すいません、こちらをありがとうございます。初めてですわ、僕が借りるはあったけどシーズン2波乱が起きてます。もうさ、本当何が嫌だってさ、ラスト10分でさ、いやそうよ、追加しなきゃいけないっていうね最悪だ。つか点数がやばいよ、やばい、ちょっと点数がね8点だから、8点もう絶対無理だから次の点8点って、8点はきついね。おー光った、おい、オッケー。ちなみにビッグね、じゃあここで、あそこで使ってなかったらどうなってたか、なかったね。まあまあだからっていう感じなんだけどね、うん、本当に余計なことしたと思ってる今うーわ、どうしよう、やろうか1000円戦士だね。ねえねえ、んいじっちゃん、んあの人笑ってるよ、腹立つな、なんかあのマジで、あの人カメラマンが、うん、あのさっき台紹介してくれた時は天使かと思ったけど、うん、マジでこんな1時間で天使が悪魔になるかっていうぐらい悪魔な顔してるもんな、うん、そうだよ、うん、今伊地さんが真剣に行こうか1000円って言ってる姿見て、うん、爆笑してたよあの人よし、勝った、おここでこれビッグだ、すごいよ、わあ、ここでビッグ欲しかったな、欲しかった、これ2連続はだいぶ話変わったよ、うん、終了終了、このタイミングでなんか出すタイミングもなんかちょっと悪やったな、あれなんかお疲れ様でした、お疲れ様でした。はい、さあ気候の平井店さんでの、うん、実践が終わりました。はい、終わりました、はい、結果を発表してもらってもよろしいでしょうか。はい、はい、伊地さんどうでした。私はですね、うん、4ポイントということで、4ポイント、うん、厳しいということでね、はい、往年のギャグでいかせていただきました。往年のギャグで、ありがとうございます。知ってる人は知ってるかもしれません、はい、で私小沢の方もですね、はい、6ポイントということで、はい、厳しいということでね、はい、やらせていただきましたけど、二人合算で、はい、10ポイント、なかなかよ、なかなか厳しかった今日は、厳しい、しかもこのペカらない中、うん、まさかのいただいた救済処置、はい、ゴーゴーチャンスを逃す、逃しました、ほぼ、まあ、あの時点で終わったと思った、ほぼ絶望です、もう厳しい、厳しいよこれは、まあ、頑張りましょう。これは厳しいよ、はい、そして番組史上初、うん、僕が伊地知さんにお金を借りるという、そうです、はい、緊急事態もあり、はい、緊急事態もあり、だから2人でここまで厳しかったらなかったね、どっちが厳しかったの結構あったけど、うん、2人しては初めてかもしれない、初めて、まあ、これがリアルですよ、そうですね、まあ、頑張りましょう、頑張りましょう、次で本当に、うん、なんとか こっからの大逆転っていうドラマを見せましょう、これで大逆転したらマジで、うん、もうドラマよ本当に、そうだよ、俺たちが変わったというところを見せましょう、見せましょう、逆に、はい、次頑張りたいと思いますんで、はい、行きましょう、行きましょう、もう、はい、というわけでまた次回も見てね、頑張ります。